リアルさ、38とかじゃなかったっけ。僕、100度かと思ったってボケしたんですけど。100度歌詞で。あー、歌詞のね。はい、何も受けんくて、やろうな。はい、皆さん、どうもありがとうございます。どうも、視聴者テンガンダキムヒュンでございます。ちょっとね、一風変わった画角からお送りしてるんですけれども、はい、なんとここ今、美濃妹水春貸し切りしております。よっしゃー、ありがとうございます。我々の聖地で、ちょっと今回は、まあ、ある説をね、提唱しに来まして、そのサウナ、ね、あるじゃないですか、サウナ。サウナって、まあ、俺ら素人やからかもしれんけど、10分ぐらいで限界を迎える。素人やからとかじゃないよ、多分中山筋肉でも10分が限界と思うけどね。ちょっとでも、サウナになるためにはせめて30分ぐらいは入らないと胸を張って、まあまあ、サウナ行ってんでみたいな言えないじゃん。いや、間違いない間違いない。というわけで、ね、今回ね、ある説を、はい、持ってきました。はい、冷たい映像を見ながらサウナ入ったら、目と情報と肌の感覚情報がバグって長く入れんじゃね説。よっしゃー。まあ、肌では熱いんですけど、はい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 、視覚的にはこうめっちゃ冷たい映像を見てる。それをやることによって脳がバグを起こしてこう延命できるんじゃないかと。いや、それはでも結構いける気がするな。はい、どうキム。いや、もう絶対あるんじゃないですか。完全に言いました。ちょっと守備範囲外の質問された時の学生みたいな。逆に、はいはい、そのめちゃくちゃ寒いところで、はい、あったかい映像を見たら逆にそれも長くできるんじゃないかっていう。なるほどなるほど。っていう今回は実験をねしてみたいと思います。はい、で今回その VR で、はい、その冷たい映像、熱い映像見るんですけど、はいはいはい、なんとその映像をですね、大阪工業大学さんに作っていただきました。よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで作っていただいた矢野博士、こんにちは。なんとですね、今回大阪工業大学さんとの、まあ、タイアップ動画になるんですけども、はい、大阪工業大学さんの技術を持って映像をね、作っていただきました。いや、すごい。その、ね、制作者の矢野先生でございます。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。ちなみに矢野先生のこう試験的にはこうどうですかね。歯医者さんに行くのがすごい怖いって子供がいるとするじゃないですか。はいはいはい、でそういった時に VR ゴーグルをかぶった状態で歯の治療をすると何もない時よりもその恐怖が和らぐ。なるほどなるほど。苦痛が軽減するって効果があるんです。なるほどなるほど。だから暑いとかすごい苦痛じゃないですか。はいはいはい、その苦痛な感じが VR ゴーグルかぶると減るっていうことは。ああ、なるほどね。というわけでちょっとね、これは体を張って検証していきたいと思います。はい、というわけでやっていきたいと思います。バイ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 。矢野万歳。まあ暑いですね、普通に。暑いとかの次元じゃないですね。あの人どこで動いてるか。まあカメラマンで今後ろにマコがいるけど、本当にきつくなったら出てください。カメラマンとのバトルでもある。バトルでもあるね。これ非常に過酷な撮影現場やからな。いや、しかも今あの夜中3時ですか。変性、変性、そう思ってんけど、これさ、怒らへんのかな、タンパク質の変性。いや、マジでずっといたら怒るんじゃん。マジでサウナ1時間いたら体硬くなる説っていうのをちょっと唱えたいんだけど。しかも過疎水やから。俺の中にいる水素結合全部切れる。何が一番最初傷つくんやろな。まあ、まあでも俺の心ちゃん。まあ、一番最初に傷つくの心。心折れるのが先やな。お前大丈夫、まだ今何パーセント。今でも前40やな。あ、40、まあ、俺も近いとこまで来てるわ今。これはでも無理しない程度っていうのがやっぱ大事だと思う。だから外出て I'm OK って言わなかったから。その失神したらダメ。そのあの俺競ってるわけじゃないからね。でもサウナってさ、なんかお前らより早出たくないわな。いや、わかる。この暗黙の勝負ってあるよな。なんかその鉄棒のぶら下がりみたいな感覚で。まあなんかこう、ね、先出た方があお前初心者ねみたいな。そうそう、それはそういう感じるよな。その感じる。いう発言には出てこんけど。今何分なんやろ、マジで。5分ぐらいかな、まだ。いや、絶対5分もいってないです。マジで、はい、5分ぐらい経ったじゃん、経ったんじゃん。絶対経ってないです。マジせいぜい2、3分です。2、3分は絶対もうちょっといってる。もうちょっと絶対経ってる。じゃあ、お前間違ってたら、あの俺、お前、心の底から軽蔑する。どんだけ心狭い。どんだけ心狭い。
わあ暑いな暑い暑い暑いあと20秒が限界言ったらあかんこと言ってまいそう例えば言わんに言いませんあもっとここでいやお前もかい連れ勝みたいな感じで出ていったぞあいつアイムオッケーよしあのね限界っていう感じでもないんですよねやなって思ったら出ます83ぐらいかも本当カメラがやばい熱うんなんか見たことない画面出てきた限界もダンス同じだスマホで一応撮れてるし来た熱っ上がりますえマジで鼻すごいんだけど肩はい OK おすごっ10分以上は行ってる気がするんだけど体感は、簡単ですアラサーですいきますお願いします視覚情報が世界を変えるよし来たぞ来た手構えてますすげえなマジでおお皆さんイラストや見えてますかはいはいでコントローラー持ってください丸いボタンを連打してくださいはいそしたら白い画面になったら始まりますおお始まったー来たーうわ寒そう雪国だーいや雪国やこれマジで雪はなんか誰かおるあ誰かおる雪国やのに半袖の男おるえマジで雪国やのいやこいつ寒そうこいつ寒そうちょっとあのコントローラーの操作方法がわからないえあの左手で歩ける一応でも鼻は厚がってはいるなでもめっちゃ寒く感じれてんねんけどそうっすねうーん遭難してるこんなとこで遭難したらもう下人の行方みたいになっちゃう寒いねキムどうこういうとこで生活いやありっすねえなしやろえ、結構すごいこの実験すげえ、いやだからやっぱり暑いけど暑くない夢だけど夢じゃなかったみたいな感じなんだこれ全然暑くないっすね全然暑くないなってかマジで2、3、すげえ、落ちた落ちた俺もなんか下がやばい、遭難した助けて俺もう遭難中ですこの男鬼寒そうじゃないタンクトップおじさんねタンクトップおじさん電眼っぽいちょっと電眼っぽいあー雪があっちあの強烈にあったかいあのめちゃくちゃ俺着込みすぎやろっていうフリース着込みすぎちゃう俺みたいな感じやね今これやばいやばいちょっと効果薄なってきたなんかいや効果薄なってきたな俺もなんで熱いここはなんか砂漠に見えてきたてかなんか出てきて脳みそがバグってきたそれな混乱してきた俺なんか帰りたくなってきたやばいちょっと僕出ます僕ちょっとあつい怖いなんかこれ脳が恐怖を感じてるこれでもなんかオンデマンドしてきた徐々にどういうことえあのオンデマンドですあかやばいやばいちょっとイマジンシーです死にます僕あかあかん雪山で平行状態俺し生きる俺が生きる平行状態ルシャトリエやばルシャトリエやばいもう無理熱っいやでも体感はさっきより見たぞでも正直俺結構効果あったね俺には逆に俺恐怖に変わったけどやっぱ雪山なのに熱い雪だなんか論理的な矛盾ねじゃあとりあえずなんと今4時なんですけど今から淡路島に行って冷凍室に行かないといけないこのジレンマ今から冷凍していきたいと思いますいやなぁ崩れたら行きまーすこっちですこっちからですさあどんな世界が待ち受けているのかマイナス20度恐怖すぎる253ゲットまで
253kg。 そう聞くとめちゃめちゃ熱いように感じる。リポートだと。そんな笑うなて。うわ、ここか。よーし、行くぞ。位置についてよーい、ドン。耐えられたね、めっちゃ耐えたんじゃない？ 10 分は耐えた気がするんだけど。10分いった気がする。VR 体験レッツラポポー、いただきます。お願いします。いやー、また来たー。スタート、水着姿が寒すぎて見てられへん。でもこれね、結構さ、はい、結構耐えてるんやけど、これ今 40% かも。やばい、もう限界来てます。やばいよー、すごいな、やばい。
すぎやろ、耐えすぎやろ。結果発表、はい。この冷凍室はですね、マイナス20度雪女ということで、これ淡路ワイルドパークの中のこの施設をお借りいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと体感なんですけど、はい、意味なかったかも。あ、VR が。俺は結構意味あったけど、本当に後半、はい、寒いのになんでこう寒い格好してんねん。家で脳みそが支配された上で半袖やから。そう、なるほど。みんな感じてる方をリアルに。なるほど。キムは僕ずっとお腹痛い。それはもう人間のダメージ比較とかじゃない。それはもう。でもなんか真っ白な光景やったのがなくなっただけでも結構でかかったけどな。俺はじゃあ結果発表、マックスお願いします。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、その一言めっちゃ大事。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあまずはですね、通常のサウナ、はいはい、はい、早かった順に言います、ね、はい、電源9分34秒。結構耐えてる。マジでキム9分37秒。そして鼻緒、はい、13分46秒。すごい。でもそれがどうなったかよね、まあ、VR によって、はい、はい、そして VR ゴーグルをつけた上で入ったサウナの記録、はい、キム10分30秒。伸びてる伸びてる、1分ぐらい伸びてる。プラス53秒です。おお、なるほどなるほど、はいはいはい。鼻を10分59秒。2分46秒マイナス。だからお前の BMI には合ってないかもしれない。ちょっとこの企画が、はいはいはい。電眼11分22秒。 OK、 じゃあ2分、そうだね、やっぱ伸びてるよな。1分49秒プラスです。なるほどね。3人に2人は伸びますよ。3人に2人は伸びる。だからまあそれはもう人によるからね、もちろん。人による。通常の冷凍室、鼻緒が15分27秒。15分ポイント。そんな落ちた。電眼とキム同時で16分16秒。からのね、からのなんです。からのね、からの VR ゴーグルをつけた上での冷凍室。鼻緒9分31秒。短っ。5分56秒マイナス。キム16分15秒。あ、ちょっと伸びた。え、ちょっと伸びた。マイナス1秒です。あ、やっぱ同時同時。電眼20分7秒。お前脂肪の力借りすぎる、ね、脂肪の力借りたかもしれない。でも、マイナス20度20分は結構ようやったな。ちょっと分析結果ちょっと言えるのは、はい、苦手な人ほど VR で助けられてるんじゃないかなという。確かにサウナ苦手でしたから。もともとサウナであったりサンダウンサーみたいなのに、弱い人の方が VR で、記録が伸びている。なるほどなるほど。いやでもそれはなんか正しそう。本来強い人の方が、VR ゴーグルによるストレスなどもなので、記録が落ちてる可能性もある。あ、なるほど。VR に対応できたやつ。でも結構卒論とかで書いたけど面白い。これでも面白い企画ですよ。研究違いがあると思うけど、はい、ぜひ視聴者の皆さん、誰か我々の記録も使って、ね、残り97人頑張ってやってほしい。はい、ということで今回の企画なんですけども、今年創立100周年の大阪工業大学さんとのタイアップでこの企画が実現しました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のね、この企画ではですね、 VR を用いてたんですけども、その VR もですね、情報系の研究をされている矢野先生というね方のご協力で1ヶ月かけて作っていただき、映像とコントローラーのギミック、あ、全部作っていただきました。いや、すごいな。でも1ヶ月ででもあそこまでのクオリティできちゃうっていう。そうそうそう。しかも打ち合わせ行った時にやる気満々、いや、こういうこともできるんですよ、こういうこともできるんですよみたいな、その前のみでやって、めちゃくちゃこの YouTube のご理解があるというか、その点も非常にコラボしてよかったなという思いますし、今回の企画ってこの VR ね、僕らだけで用意できないものなんで、実際この大学とのコラボによって実現したと、そういうことになっております。で、このね、大阪工業大学さんは、はい、もうめちゃくちゃ就職に強くて、実就職率でいうと全国第4位と。全国で全国第4位。全国で4位。しかもなんと、はい、関西の私立大学の中やったら、はい、13年連続で第1位を獲得されておられます。もうすぐ全国で銅メダルまで。これなんでかって言いますとですね、基礎研究と応用研究ってあるじゃないですか、はい、基礎研究ってのは、いつ使うか分からんけども新しい開発を、はい、研究をするってものなんですけど、うん、この大阪工業大学さんはどちらかというと応用研究に力を入れてましてですね、具体的なこの社会でどう生きるのかっていう、まず意義を掲げた上で研究してるんで、そのビッグデータとか IoT とか
今日今回やった VR とかそのこの社会で必要になるものを使ってるんですよね。でですね、この学校はですね理系の総合大学になりますので、まあカンカン同立とかねああいうのとは違った特色の、まあやっぱその理工に強い、それに特化してるのにもかかわらず学生8000人いるんですよ。いやすごいね、理系が8000人って恐ろしい。恐ろしいやから。てか理工系大学感なくない？総合大学、うん、ザ総合大学の感じで理工系で8000人いるって結構すごいなと思います。いやすごいね。はい、これ見てる人は多分理系の方多いと思いますから、まあ、ぜひね参考にしてもらえたらいいかなと思います。でですね、あの8月28日にオープンキャンパスがあるんですよ。高校生が来るオープンキャンパスに僕も1時間ぐらい登壇しますんで、およそこであのね、あの受験の話とかもろもろ話しますんで、まあ、そのあたりもぜひね、概要欄の方からチェックしてもらえたらいいかなと思います。はい、はい、というわけで理系の皆さん、はい、ぜひ来てください。はい、というわけで今日の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。